エマ・テルモリ。狙うは飛騨の覇権。父を殺して家督を奪った男。皆さん、こんにちは。今回の歴史じっくり紀行は、エマ・テルモリについて紹介していこうと思います。群雄割拠の戦国時代にあって、飛騨、岐阜県北部は、堅牢な山あいを戦場に、いくつかの黒人たちが覇権を争っていました。その中の一人が、エマ・テルモリです。父と方針が合わなかった彼は、ついには父を殺害して家督を継ぎ、ライバル、三月氏と雌雄を決する戦いに挑みました。飛騨をかけた戦いの行く末はどうなったのでしょうか。じっくりとご紹介したいと思います。エマ氏と三月氏。飛騨の高原諏訪城を本拠地としたエマ氏のルーツは平氏とも北条氏とも伝わっていますが、詳細は不明です。鎌倉末期には飛騨の高原郷に入り土着したとも考えられています。そして姉が高知氏や三月氏と並び立つ戦国武将に成長していきました。輝盛は天文4年1535年、もしくは天文17年1548年に生まれたと考えられています。父は絵馬時盛とされていますが、それを否定する説もあるそうです。ここでは時盛を輝盛の父として考えたいと思います。エマ氏のライバルとなる三月氏ですが、かつてはエマ氏と隕石関係にあり友好的な関係でもありました。輝盛の祖父にあたるエマ時常が三月直頼の息子である義頼に娘を嫁がせていたのです。しかしこの娘が病死したことから関係は悪化していったのでした。そして義頼と息子の頼綱が姉が高知氏を乗っ取り勢力を拡大していったのです。父は武田派、しかし輝盛の内心は上杉派だった。飛騨は他の地方の戦乱の影響を受ける場所でもありました。というのも周りには美濃の斎藤氏や越後の上杉謙信、甲斐の武田信玄など強力な戦国大名がひしめいていたからです。その中でも数度にわたる川中島の戦いで激突した武田信玄と上杉謙信の動向は飛騨に影響を与えていました。三月義頼、頼綱は上杉謙信に従ったため、輝盛の父時盛はそれに対抗する意味合いもあって武田信玄に従うことにしました。そして輝盛の弟信盛を心中の証として甲斐に送ったのです。しかし輝盛の心中は上杉に傾いていたようです。それでも父の決定に逆らうことはできませんでした。武田信玄は三月氏を攻めるために山形正景を大将とした軍勢を送り込んできました。ここに輝盛も父と共に加わります。そして勝利を収めると越中への道が開けることとなり、輝盛は松倉城を守る椎名氏攻めにも参加して功績を挙げました。こうして絵馬氏の勢力は越中へも広がることとなったのです。父との不仲から暗殺へ。父に従い武田氏に加担していた輝盛ですが、内心は上杉に傾いていたことはすでに触れました。武田信玄が清浄作戦の途中に病に倒れ、甲斐に引き返す途中で亡くなりましたが、このことを彼は密かに上杉方に伝えるなどしていたのです。こうした考えの違いも原因だったのでしょうが、彼は父とうまくいっていませんでした。しかも父時盛は武田氏に人質に出した輝盛の弟信盛に家督を譲ろうとしていたのです。しかし信盛自身が兄がいるからと誇示したため、それは実現しませんでした。すると時盛は自身の弟阿蘇や直盛の子で甥にあたる義盛に家督継承を打診したのです。
これには照盛ももう我慢がなりませんでした。彼は父を排除する決心を固め、天正6年1578年に父を暗殺したのです。そして弟信盛は追放処分とし、義盛は攻め殺してしまいました。一説にはこれは天正元年1573年のことともされています。同時期に上杉謙信が飛騨へと侵攻してくると、照盛は降伏します。この時三月氏も降伏し、共に上杉氏に従属することとなりました。飛騨統一の野望を掲げて立ち上がる。照盛のライバルである三月頼綱は上杉氏から織田信長へと従属先を変えていました。というのも彼は斎藤道三の娘を妻にしており、信長とは愛婿の関係でもあったからです。今度は飛騨は信長の影響を受けることとなりました。ところが天正10年1582年6月2日本能寺の変が起き、信長が明智光秀に討たれてしまいます。この直前に武田氏は信長によって滅ぼされており、上杉氏は謙信の死後にお家騒動である御盾の乱が起き、その後は家臣の柴田重家の乱が起こるなど、飛騨に影響力を及ぼせるような状況ではなくなっていました。そして飛騨には一気に戦乱の予感が高まってきたのです。頭を押さえつける存在がいなくなった今、飛騨を制するのは自分だとして黒人たちが立ち上がり始めたのです。もちろんその中で頭一つ飛び抜けていたのは照盛と三月頼綱でした。八日町の戦いで三月頼綱と激突。三月頼綱と私有を決することを決めた照盛は兵を率いて出撃しました。頼綱は同じ飛騨の牛丸親綱や小島時光らと結び、照盛を迎え撃ちます。これが八日町の戦いです。照盛たちは小島時光の小島城へと攻め込みますが、小島勢の猛反撃によって城を落とすことを諦め、一旦撤退しました。そして翌日再び攻め込みますが、その途中に潜んでいたのが頼綱らの伏兵でした。伏兵によって足元を救われた絵馬勢は混乱し、あっという間に敗走を始めます。照盛は奮戦しましたが、どこからともなく飛んできた銃弾により命を落としました。そして絵馬勢は総崩れとなり、そのまま高原諏訪城まで落とされ、八日町の戦いは三月頼綱の勝利に終わり、やがて頼綱は飛騨平定を成し遂げたのです。その後の飛騨はどうなったのか。八日町の戦いでは多くの家臣が討ち死にを遂げましたが、最後まで照盛に従い生き残った13人の家臣たちは大阪峠という場所で自害を遂げました。今ではそこは十三歩峠と呼ばれ、家臣たちを弔う十三支の碑が建てられているそうです。八日町の戦いは絵馬照盛と三月頼綱という飛騨の巨頭が私有を決した戦いとして、後に飛騨の関ヶ原の戦いと呼ばれました。照盛の敗因としては、鉄砲を導入するなど戦法をアップデートしていた三月氏に対し、旧来通りの戦法で戦ったことが指摘されています。織田信長と武田勝頼との戦いのようですね。照盛の死後、息子の時政は越中の金森長近を頼りました。彼の養子有重義重のところに照盛の娘すなわち時政の姉か妹が嫁いでいたのです。天下の情勢は豊臣秀吉のものになりつつありました。秀吉は天正13年1585年飛騨侵攻を開始し、そこに参戦した金森長近の軍勢に時政も加わり、三月頼綱を破ったのです。時政は父の敵を討つことに成功しましたが、肝心の丘陵を回復することはできませんでした。当然時政はそれに不満を抱き、他の黒人たちと結託して挙兵します。しかしその乱もあっけなく鎮圧され、彼は自害して果てました。こうして絵馬氏は滅亡したのです。
まとめ1。絵馬氏と三月氏は当初友好関係だったが、照盛が生まれた頃には険悪化していた。2。父時盛と共に武田氏に従ったが、照盛は内心上杉氏に心を寄せていた。3。不仲だった父を暗殺した。4。飛騨統一をかけて三月頼綱と対決した。5。八日町の戦いで三月頼綱に敗れ討ち死にを遂げた。6。息子時政は生き延びて父の敵を討つが、恩賞に不満を持ち反乱を起こして敗れた。親子の行き違いはよくある話ですが、血で血を洗う話に発展してしまうと戦国時代の厳しさを感じますよね。家督を奪い取るも、その後あっけなく三月頼綱の前に敗れ去ることとなったのは残念でした。もし彼が鉄砲を導入していたら多少は違ったのでしょうか。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。